中国の豚肉価格が高騰続け、前年同比 75% 上昇しました。養豚業者によると、去年の豚肉価格の下落で、業者が大幅に減り、コストが高くなったのが原因だと見ています。専門家は、インフレ更新への後押しを懸念しています。データによると、中国の豚肉の平均価格は 1kg あたり 24.67 元で、前年より 75% 上昇。5月の消費者物価指数 CPI は 5.5% 上昇。うち豚肉の上昇幅は 40.4% で、CPI の数値を2割近く引き上げました。前几年因为那个猪的价格跌嘛，养殖的人变得少了，这是其中一个原因。现在是整个中国的 CPI 一直是在上涨，包括我们老百姓现在的生活压力是越来越大，养殖猪的成本是一直在增加，导致它价格上升的。另一方面是今年受那个猪油精事件影响嘛。業者は豚肉の高騰は飼料価格の大幅な上昇のほか、豚の養殖量の減少で供給が追いつかないのが原因だと言います。去年养猪赔钱，没养猪肉少，今年赚翻了，涨一倍，不过它成本也高。養豚コスト全体の7割を占める飼料のトウモロコシも前年より1割近く上昇。他にも小豚価格、人件費、輸送費、貿易費、光熱費なども全面的に値上がりし、豚肉価格の高騰に拍車をかけています。去年比今年猪要多，所以要便宜。去年赔，今年还不赚，那谁养啊？所以的物价也成本高了，涨它也是涨。また、政府の監督管理が緩いため、草肉製の使用や死んだ豚肉の販売などの減少が未だに根絶できないといいます。新東人テレビがお伝えしました。京城石开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。